じめまして。私は韓国で相談先生として働いています。相談先生というのは何者と言われたら、日本のスクールカウンセラーと同じと言うことができますね。憂鬱とか不安障害とか、PTSD、不登校、引きこもり、対人関係、家族の問題、成績の悩みなどを相談する先生ですね。最近現代時代のストレスとか辛い気分を感じている人はたくさんいますよね。韓国でも日本でも人間関係とか気分の不安定、そういうことでストレスを受けている人はたくさんいると思いますが、やっぱり辛い気分は頭の中で作られますね。心理学では気分と事実は別のものだと言います。私たちは認知というフィルターを通して物事を見ています。問題は成績ではなく思考のパターンですね。認知の歪みがあると周囲の人の行動を客観的に捉えにくくなります。例えばそういうことですね。状況は初めての仕事でうまくできないことがあった、初めて任されたプロジェクトでクライアントの希望を丁寧に聞くことができなかったという状態で、認知はこうなります。私はいつも失敗ばかり、やっぱりの仕事私は無理。負担は求められた仕事をきちんとできているのにいつも失敗ばかりと決めつける。その結果自分の能力を実際より低く評価し、その仕事は無理だと考える。だから行動はこうなります。経験のない業務など失敗しそうな上面を逃げる。頑張ればうまくできるとはとっても思えずに、仕事に共感的に取り組めないですね。新しい業務から逃げるようになります。ではなぜ私たちは私の思考により私の気分が決められるのか、そういう理由について説明します。理由は物事を見る時の心のメガネが大事なことですね。そういうことを変えないと感情は変えられないですね。起こった時をそのまま捉えましょう。気分が辛くなるような塊の認知を非適応的認知と言いますね。強固のない要素をして物事を悪く解釈するのが特徴ですね。このようなものの見ることを修正し、適応的な認知を身につけるのが認知行動療法ですね。事実を客観的に捉えなるようにします。すべてを悪く捉える塊のメガネを外し、世界を開けるメガネに掛け替える作業ですね。新しいメガネを手に入れた時は物事のいい上面をばかり見えますね。今までより自分を好きになることができるはず。周囲の人や世の中に見えるのが変わってくるでしょう。変わってくることができます。だから今回の授業ではそういう方法についても案内してあげます。そしてこういう認知行動療法は無理にポジティブならなくてもいいですね。認知行動療法は物事のいい面だけを見るポジティブシンキングとは別のものですね。辛い気持ちを無視して前向き振る舞う態度は健康的とは言えませんね。大切なのはいい面と悪い面の両方を正確に捉えることですね。認知行動療法ではそう考える根拠や消去があるのかと丁寧に検証します。その結果事実をありのまま受けて入れるようになりますね。気分は一時的に
落ち込んだり悲しくなったりことがあっても、その気持ちに支配されないようにするのが認知行動療法ですね。それでは適応的な認知は何でしょうか。例えば非適応的な認知です。さっきの例えでひどい失敗をした、私は何もうまくできない、その先もきっとダメだ、そういう考えですね。失敗を課題に解釈し、すべてをマイナスに捉えることです。うまくできている仕事もたくさんあるという事実、上司や先輩から評価されているという事実が視界から消えているのですね。だから適応的な認知に変えましょう。適応的な認知はこういうことですね。失敗することはあるんだけど、きちんとできていることもたくさんあるよ。そして先輩に相談しながら次のミスを防ぐ努力をしよう、そういうことが適応的な認知ですね。認知を変えると気分だけが変えることはないですね。人間関係も良くなります。他者への怒りやストレスも認知が原因ですね。人間関係で生まれているストレスや辛さも認知の代わりで改善できます。常に周囲の顔色を気にする人は、人に嫌われたらおしまいだという認知の歪みが捉えていますね。この認知を自分の好きな人もいるし嫌いな人もいるという適応的に認知に変えるだけで心の楽になります。相手を責めたり心を壁を作ったりしなくなるからですね。自分の価値も他人の価値も大切にできる人は人に好かれてます。相手が悪いのになぜ自分が変わらなくてはいけないのという思いもあるんでしょう。ですがより良い人間関係を手に入れることはあなたの自信のためですね。誰か悪いのかという考えを捨てることがその第一歩ですね。これからは実践できる方法について案内してあげます。辛い時に浮かぶ考えに注目します。自分を追い締める自己を気づくことですね。辛い気分の背景には自分を追い詰める自動思考が必ずあります。憂鬱さや悲しさ、不安などの犯人は自動思考なのですね。認知行動療法ではこのような思考をホット思考と言います。ホットな思考は、思考を特定するコツは復習の考えを一つ一つ思い浮かべることですね。もっとも心がざわつき、悲しくなったり苦しくなったりするものがホットな思考です。例えばそういうことが自動思考、ホット思考ですね。状況はそういうことですね。会社のデスクで別の仕事が途中のままで、期日の過ぎていたことが分かり、先輩に謝った。僕がやっておくからいいよと言われた。自動思考は皆さんきちんとできているのに私だけは失敗している、大事な仕事をミスするなんて許さない、私にはこのような無理な仕事はできない、そういう思考がホット思考ですね。こういう思考をする結果がこういう気分ですね。惨めな90点、無力感85点、傷ついた70点ですね。だから指導思考をよく変えたら気分度良くなりますね。それではこのようなホット思考にはどのパターンがあるのか、そういうことを気になる方もいると考えてます。次はホット思考のパターンについて案内してあげます。推論の違い、1番目ですね。
すべてがないか、思考ですね。 100% でなければ失敗と考えてしまう、そういう思考ですね。物事を客観的に捉える自己ですね。現実的には 100% うまくいくことなどはほとんどないのに、 100% でなければ意味がないと考えてしまう。自分のマイナス面だけではなく、他者の些細な欠点が許せないこともありますね。2番目は一般化のしすぎですね。一つの良くないことで全てを判断することが一般化のしすぎですね。たった一つのできないことを強固に、あらゆることが悪い結果になる、予測しますね。そして最後ですね、個人化ですね。全ての出来事は私のせいだと考えるのが個人化ですね。自分には関係のないことまで自分のせいと考え、自己嫌悪に落ちます。責任感が強い人にも多く、状況をコントロールしなくてはという義務感から自分を追い詰めるパターンですね。以上、10回のフォト思考について案内してあげますけど、どうしてこういう思考から逃げますかと聞けたら、こういう方法がありますね。友達へのアドバイスとして考える。新しい考えが適応的な思考を見つけにくいとき、そして納得できないときは、友達へのアドバイスとして考えてみてもいいですね。同じ悩みを打ち明けられたとき、いつもあなたをいつも失敗は言い過ぎますね。仕事のミスなんて誰でもやれることだと思い、そして現実的にはそういうことを答える可能性が高いですね。このような答えは適応的な思考のヒントになりますね。適応的な思考は納得できない時も友達とのやり取りを思い浮かべると、心が辛くなる人の多くのは自分に厳しくなり真面目な人ですね。他の人にはうまくいかないこともあるんですよね。辛かったねと優しい言葉をかけるのに、自分のことはきちんと叱責してしまうのですね。このような塊なくすためにも、友達へのアドバイスとして考える方法が有効ですね。あなた自身にも同じ言葉をかけることを練習してください。ただし根拠のない慰めや、そしてお世辞ではあんまり効果がありませんですね。現実的に現実を認めてアドバイスをすることが大事なことですね。例えばそういうことですね。いつも失敗ばかりと悩む友達に、復讐の失敗であっても、いつもじゃない、誰だってミスすることはあると話すことですね。他の人のことであれば状況を客観的に捉えるものができますね。だからこういうことです。自分が友達の入場だったら、どうやってアドバイスするのか、そういう考えをよく浮かべ、自分自身にアドバイスしたらいいと思います。はい、こういうことで今回の授業は終わるんですけど、私の日本語の能力がまだ足りなくて、全部私の考えを伝えるのが少し難しいと思いました。それでも集中して私の授業を来てくれて本当にありがたいと思います。それでは今回の授業はこういうことで終わります。